兵庫県立姫路商業高等学校は、兵庫県姫路市瀬の口にある、公立商業高等学校。略称は、姫商。1911年から令和2年に110周年を迎える、歴史と伝統のある商業高校です。文武両道を目指し、商業高校からの国公立大等の大学への進学では全国の先導を切っており、勉学と資格取得にも力を注いでいる。また、部活動では、陸上競技部、卓球部、少林寺拳法部、水泳部、ソフトテニス部等が活発で、女子の兵庫県総合体育大会の総合成績は、兵庫県2位、公立学校では1位となっている。文化部ではビジネス部が全国大会に出場しており、数多くの生徒が全国大会に出場している。また、地域の企業との連携を進め、ビジネスにかかる基礎知識から専門的な知識や学びたい科目や進度に応じて科目を選択できる総合選択制のもと、商業の学びを通して生きる力を育む学科。明治44年4月姫路市立姫路商業学校として開校クラスは、天組、地組13歳から16歳110名大正3年日本の産業発展のため、商業学校卒業生の需要が増大大正6年制服が、筒袖、角帯、前垂が仮姿から洋服へ変更昭和6年4月、兵庫県立姫路商業学校と改称異民族の文化に接し、卒業後に、海外発展に資する目的で、昭和2年から2週間の日程で、満州、朝鮮を訪問、見学昭和10年軍隊化の方向へ、この当時にテニスコートがありました。昭和20年、第二次世界大戦をある昭和22年、教育基本法、学校教育法公布 6.3、3.4 制が、成立昭和23年4月兵庫、県立姫路商業高等学校へ、改称アメリカ軍西部教育局は、単独商業学校は設けない方針9月、進駐軍の要請により、姫路市立第一高等女学校校舎に一部移転。男女共学となった。昭和24年3月兵庫、県立姫路商業高等学校廃校県、教育委員会より合併の指示昭和24年4月。兵庫県立姫路東高等学校へ合併ここから10年ほど、単独校としての県立姫路商業高等学校が消滅します。昭和32年5月復活のため、古東科会が既成同盟会を結成し、募金活動を実施この当時で約1500万円を集めた。4000人の古東科会の先輩が復活に力を注ぐとともに、当時の姫路市長、姫路商工会議所等も、姫路での単独商業高校復活に協力していた。昭和35年11月兵庫、県立姫路商業高等学校開設準備開始。昭和36年4月兵庫、県立姫路商業高等学校開設校舎が未完成で、姫路西高校の校舎を一部借りていた。同校は、商業教育の実績や国公立大学への進学実績に加え、部活動が盛んである。特に運動部は、例年全国大会への出場実績を上げ、姫路近郊に限らず、県内各地から中学生が進学してきている。中でも、陸上競技部、卓球部、少林寺拳法部、ソフトテニス部、体操競技部等が強く、少林寺拳法部女子は、全国高等学校総合体育大会では、過去10年で5度の全国制覇を果たしている。最寄りのバス停が現在の新規バスに路線移管される前は、姫路市営バスがバス停を県庁前と称しており、姫路で県庁と略して同校を指す場合もあるが、県内では県庁は兵庫県立神戸商業高等学校を指すのが通例である。ありがとうございます。